皆さんこんにちは、塚田です。今日はですね、手軽にできるバックハンドのフットワーク練習ですね、それを皆さんに紹介したいと思います。これはまあボールがなくても、コートがなくてもできる練習だと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。まず一つ目は、横の動きです。横の動きで、まあ、ステップしてからターンして、まあ、1歩か2歩で、まあ、このようにしてシャドースイング、この範囲でやってる方がほとんどだと思うんですけど、まあ、今日ちょっと取り入れることは、ステップしてからサイドステップ2歩で行ってからスイングしていく、こういうフットワークを練習したいと思います。大きいサイドステップで2歩で行ってから左右の順、このシャドースイングをできることによって、まあ、多少振られても大股で行って、そこから後ろから前体重乗せていけることが利点だと思います。はい、サイドステップ2歩から入って左右、このようにできるだけ幅広いサイドステップで動けるようにしていく。これはですね、最初からターンしなくていいです。このようにしてちょっと股関節入れといて、このままサイドステップで移動して、最後体のターンが完了できればいいと思います。少し股関節入れといて、そして相手からボール来てるイメージで入っていくことが大事です。このようにしてサイドへの動きの対応ですね、それをしっかりイメージを作る練習です。では2つ目のフットワークですね。これ結構そのイメージ作るのがとても大事だと思うんですけど、バックハンドで相手の短いボールを攻撃していく、フットワークですね。ステップして、まずは右足をもう一歩前に出していく、そしてこっから打つのではなくて、一回、サイドステップを使って打ちに行く練習。これで、短いボールに対して遅れないで高いところで攻撃していく練習ですね。ステップ右右ステップ、このようにしてステップ右右ステップ。この時には正面向いていくと結構体が開きすぎて攻撃的なボールを打てない可能性があるんで、この場合はステップ右にしたらもうこれ打てる状態作っておいてください。その意識を作って持ってやってみてください。ステップ右右ヒット、もう一回いきますね。からステップステップ、最初はゆっくりでも構いません。とにかく大事なのはボールが来てるイメージを作って、自分がどのコースに、打てるかもイメージしながらやることがとても大事だと思います。どこでもできるですね、フットワーク練習いかがだったでしょうか。まずは横にサイドステップ2歩でいく、前に体を横向きにしながら高いところで打っていく練習ですね。このフットワークを作れることによって、実際の練習のボールが来た時にでもですね、できるような練習を作っていただければなと思います。これはですね、もう本当手軽にできることなんで、皆さんイメージしてやってみてください。ありがとうございました。